まあ、場所からいるよ。そうだね。今日は今から練馬に行ってきます。練馬の、豚組ラボっていうデリバリー専門店のところがあるんですけども、そこに行ってきます。で、ちょっと走る格好で出てきたんですけども、練馬に向かう途中で下車して、そこからその豚組ラボまでは走っていこうという、なんで走んの？ わかんないけど、まあ、とりあえず走ることになっています。それでは行ってきます。西永福町で降りて、こっから練馬に向かいます。こっち？すげえ、普通の歩道だ。歩道っていうか、なんつうんだっけ？歩道。商店街。それが出てこなかった。弟商店街全然違うそっよ。か、そうだね。じゃあ行きましょう。はい。じゃあ、暑いか。そうね。めっちゃ日差しが強い。ということで、こっから、練馬にある豚組ラボまで、緩めのランニングで向かいます。何かの公園に出てきました。何公園だかはわからない。あそこに何かある。和田堀公園ですね。和田堀公園。あれが今の人の多いとかは。無理しないように。たい焼き屋さんの焼いてる匂いがめっちゃいい匂い。阿佐ヶ谷、我がふるさと館。阿佐ヶ谷の商店街に来てます。阿佐ヶ谷の商店街って初めて来たけど、結構いろんなお店があって楽しいっすね。そんなに都心から離れてないとこにこういうところがあるなんて知らなかった。商店街終わった。で、これが阿佐ヶ谷駅か。上走ってんのが中央線。あっちに、渡った方がいい？なるほど。じゃあ、とりあえずあっちまで行こう。じゃあ、ちょっとね、商店街は走るのは危ないんで、歩いて通ってきたんですが、いよいよ商店街を出て、ちょっと広めの道路に出たんで、こっからまたランニング再開です。この通り。歩道じゃないか。車道の両側に高い木が植えられてるんで、歩道はそれの日陰になってて、結構涼しいです。走りやすい。中野区。なんだあれ。不思議な生物が描かれていた。ドラえもん号です。西武新宿線。横から見ると車体が青いんですよね。いわゆるドラえもんカラー。西武池袋線の中村橋駅までやってきました。もうちょっとで、目的地の豚組ラボに着くんじゃないかと思うような感じです。で、中村橋駅を通り過ぎたら、にゃんぴー夕市、三津中村橋商店街振興組合。やってるんでしょうかね。それっぽい雰囲気はまるでないんですけど、ちょっと場所はもうちょっと先っていうか、場所は、垂れ幕があるところなんですけども、ちょっとその前にコンビニに寄るんで、ちょっとゴール、もう、ちょうど1時間、距離が7.1キロ。で、平均ペースが8分22秒。たまに歩いてたんで、こんな感じでしょう。ということで、ゴールです。豚組ラボ到着。結構人が集まってますね。おー、到着しましたよ。書いてある。豚組ラボです。熱々ラーメンいただきます。お、結構熱いです。それでは、いただきます。豚組しゃぶあんの締めのしゃぶ麺みたいな、結構美味しい麺です。スープもめっちゃ美味しい。なんと、自分たちの注文を作ってる間に完売してしまいました。はい。
じゃあ来ましたよ。歌組特製のメンチカツとサンサラーのカレー。これなんだろう、これなんだろう。こっちがサンサラーのカレー、こっちがあれか、ランチで出るカレーかもしれないね。ということでいただきますよ。こっちが何？これが豚組の。豚組のなんかサラサラカレーだね。うん、こっちはさ、サンラサーか。サンラサーのカレーはお肉たっぷりで、豚組の方はちょっとサラサラ系のカレー。これを豚組特製のメンチカツにかけて合いがけで食べます。めっちゃ美味しそう。こっちは、うん、いわゆるカレー屋さんのカレー。サンラサーのカレーはまあ典型的なカレー。じゃあ豚組の方が結構辛め。そうなんだ。いや早く食べなきゃ。それで本当にいただきます。まずはサンラサーのカレー、サンラサーのカレーからいただきます。めっちゃうま。豚組特製のメンチ。じゃあこれは豚組のカレーかけようか。こっちは豚組のカレー。これでいただきます。こっちもめっちゃうま。あ、うん、やっぱちょっとスパイシーだね。うん、豚組のカレーは若干スパイシー。あ、ありがとうございます。いやー、めっちゃ美味しかった。そしてめっちゃお腹いっぱいになりました。ごちそうさまです。ということで豚組ラボでした。めっちゃ美味しかった合いがけカレー。いやいやいや、お腹いっぱいになりました。石神井公園までやってきました。なんか広すぎて、ここがどこだかよく分かってないです。まあとにかく石神井公園であることには間違いない。ここはなんかのステージなのかな。ステージを囲うように観客的なところがあります。石神井池の横を通りながらちょっと移動中。あ、写真撮ってる方がいますね。うん、今日は写真日和です。何かが鳴いてる。何かよく分かってないですけど、なんか池の中にオブジェクトが立てられてますね。あれは何だろう。石神井池の真ん中にポツンと何かが立ってるんで、何だろうと思ってたら、聖衣、聖の衣と書いて聖衣って読むんでしょうか。1984年3月31日だそうです。よし、着いた。よし、尾崎フラワーパークまでやってきました。豚組ラボからだいたい5キロぐらい歩いて尾崎フラワーパークまでやってきました。で、今回は撮影許可とかは取ってないんで、店内の撮影はなしになると思います。ということで早速潜入します。よし、尾崎フラワーパーク終了。なんかビカクシダがめちゃめちゃたくさんあって、貯水用の一番上と胞子用がぶら下がった胞子用の、長さがだいたい3メートルぐらいの超でかいビカクシダがあったりとか、結構見応えあったなといった感じで、尾崎フラワーパークでした。で、今回はですね、こんなのを買ってみました。これはまた後ほどとお披露目ということで、とりあえず戻ります。
本日営業最終日。あ、もう開いてるよ、ほら。じゃあ、残念ながら、ビアダイニングザ・グリフォン、今日は最終日です。じゃあ行きましょうか。うん。やばい、乾杯。はい。これはね、上花のラフランスってやつ。めちゃめちゃ香りがいいビール。いただきます。めちゃフルーティー。すげえ美味しい。で、これが、ちょんまげ。ちょんまげビールのペールエール。これもいただきます。これはめちゃめちゃペールエール。定番。うん。めちゃめちゃ美味しい。ということで、ザ・グリフォンの最終営業日に来てます。お店の中めっちゃ盛り上がってる。これがロボットパンダヘイジ IPA。で、こっちがサンクトガーレンの湘南ゴールド。出たばっかり。じゃあ、はい、どうぞ。じゃあ、ヘイジいただきます。ああ、もう、ヘイジ濃厚でめちゃうまい。じゃあ、湘南ゴールドの生タルいただきます。ああ、やっぱ生は、生タルは違うね。よし。いや、グリフォン、最終営業日。なんかすごい賑わってました。ということで、ザ・グリフォン、ちょっともう、残念ですけども、しょうがないです。山口さん、長らくお疲れ様でした。で、美味しいビール、ごちそうさまでした。Yeah, it's what my God tells me.